じゃあ今日は何ですかこれ。もしかしてクリスマスパーティーやろうと思ってた。だよね。はい。そうじゃなかったら怖いし。でも、はい、せっかくやるんで、ちょっと一人だと寂しいかなと思いましてですね。まあ、ちょっと一人じゃパーティーでも何でもない。今日はゲストの方をお呼びしておりますんで。ゲスト？はい。ここでやるとかじゃなくて、ここのスタッフとかじゃなく、ゲスト？そうですね。誰？はい。ということで、じゃあ、お呼びしてもよろしいですか？はい、大丈夫です。はい。OK、じゃあ、入れちゃう。誰だ？クリスマスパーティー。ジム姉さんは絶対に違う。同じ髪型で。同じ髪型で。誰？フレーズ。富士木専属ラブドールパシャン次元16番メスマです。パート3バージョンよろしくお願いします。G46 か。はい。ということで今日クリスマスパーティーを一緒にしていただく、うん、G46 番さんです。よろしくお願いします。いやいや、サンタさんバージョンなのか、はい、それ。サンタさんバージョンだよ。バービーちゃん風のサンタさんです。いろいろ乗っかりする。結局は馬しか入ってこないよ。まあ、デートも1回2回やってますけれども、はい、今日は、はい、お互いの素性というか知らない部分たくさんあると思いますんで、うん、視聴者から質問とか募集してますんで、それに答えてもらいながら、うん、お互いもっと深く知って、これから。ちょっと待って、深く知りたいんだったら何度も言うけど、仮面取れよ。深くも何も、表面が見えてないんだからさ。ドジピ、人と馬は見た目で判断しちゃダメなんだぞ。いやいや、なんで見た目にとらわれない。それはなんだよ。知らないの？それ誰の？今流行ってるんだよ。俺人生で初めてクリスマスパーティーするんだけど。そうです。本当か。うん、だって、うん、クリスマスは基本的に仕事だし、うん、やっぱり一番稼ぎ時だから、はい、ずっとイベントとか、うん、爪どうなってんだよ、まず。稼ぎ時だから。今回の時に会えたのは、うん、視聴者さんの皆さんと、うん、傷抜き動画を作ってくださった皆さんのおかげで本当にありがとうございます。これなんだよ。これなんだよ、これシールいっぱいあって。かわちいでしょ。ね、このシール買ってるってことは、そのザライブに来てるってこと？企業秘密でーす。独自のルートです。独自のルートじゃない、絶対に来てるよね。まあそういう部分もね、はい、質問によって明らかになるのではないかと。なるほどね。まあ普通にそりゃ気になる部分あるよ。何してんだこの人って。まあまあ、じゃあそういうのでじゃあやっていきましょう。やっていきましょう。じゃあちょっと準備しますんで。はい。ということで、準備が整いました。はい、ぽくなった、確かに。豪華豪華だね、確かに。初めてのね、クリスマスパーティー始めていきましょう、じゃあ。イエイエイ。ということで、始めるにあたってですね、うん、やっぱり乾杯から。あー、じゃあ、はい、これあるしね。はい、はい、ということで、なんとですね、うん、G46 番さんが、はい、乾杯にふさわしい、うん、ボトルの方をお持ちくださいまして、うん、こちらでちょっと乾杯したいなと思います。なんだ、こちらです。じゃーん。何これ。これ本当は高木さんの高田フェスティバルの時に持ってこうやって登場しようと思ったんだけど、怪我をして結局出場できなかったので、うん、今日は持ってきて、ちょっと待って、戦ったなっていう。じゃあもう今年の初めにすでにあったってこと、このバキバキのやつが。自分で作って、うん、どうしようと思ってた。すごい、ほんと、フライングすぎて、何して生きてんの。これ飲めるやつなの、ほんとに。うん、リンゴジュース。リンゴジュースなんだ。あ、それはいいじゃん。うん、じゃあ、シャンパンコールしようか。シャンパンコール。シャンパンガールをやってんだっけ、普段。あ、そうです。はい。行きます。はい。今日は、ブチビとクリスマスデーと3回目会ってくれてありがとうね。こうして、ウジピと会えたのは、視聴者さんと金抜さんのおかげです。わしゃーい。ありがとうございます。では、はい。いや、爪確実に今。いや、確実に爪がもう。あー、変なタイミングだって。変なタイミングで開いちゃってるし。ハッコンステーション。何これ。
いいいいいい、じゃあこんな曲でやらないじゃん。ありがとうございます、はい、すごく横でハーハー言ってます。大丈夫ですか、はい、ジークジオン。怖い怖い怖い、飲み方怖い。ちょっと処理が追いついて、怖い怖い。こお前大丈夫なのか。顔中リンゴジュースだらけになってないか。美味しいリンゴジュースだ。炭酸リンゴジュース。そう、濃厚なやつ。なんでそんなすごいペースで飲むの。はいはい。いや俺まだ全然飲んでない。じゃあ乾杯したということで。ちょっと待った。え？食べる前に胃薬飲んどこう。助かるけど。無理だろう。なあ。もう粉だらけだろそんなの。いけた？いけました。これ食おうかな。せっかくだから。何それ。ケンタッキーでしょ多分。クリスピー派ですか。うん、クリスピー派。お、同じだ。あ、そうなの。うちもクリスピーの方が大好きで、うん、あ、ちょっとなんか、なんか卑猥じゃない。卑猥じゃない、全然。ほら、もう卑猥じゃない。あ、ドキドキするでしょでね。ほら、目の前でこんな長いもの口に入れて、ドキドキするじゃない。ドキドキしてません。美味しい。なんで苦しい中セクハラしてくるの。それでは質問インスタで募集しまして、たくさん集まりました。ありがとうございます。まあ確かに気になる。もう本当に本当に徹底して見せない女ですからね、この人の顔をね。まあじゃあベッドの前では見せるかもしれないよ。なんでかもなの。もしそうなったら見せるわ。1つ目、うん、年齢は。あ、年齢はだって俺は知ってるよ。うちピとタメ。そうだよね、昭和63世代だもんね。35歳でーす。35でーす。お互い厳しい35でーす。健康にならないように気をつけてくださいね。ということで年齢はそれね、はい、ちょっと今更なんだけど、会話の時どこ見たらいいんだろう。ここか、うん、ここかな。右乳、左乳、顔を鬼見て、うちの乳、うじの乳、何でもして。あ、うじの、あれなんですよって意味ね。スネ夫の話し出したのかな、うじの。あなた、見てますか。見て、上で、上で、テイムの厳密背後霊でいるって言われて、ここにいんだよ。おじいちゃん、おばあちゃんが。次の質問言ってもいいですか。すいません。次は、うん、身長は、うん、身長何センチなんだ。確かに高いのか。身長いくつぐらい。俺は75、175。ちょっと立ってみる。うん、こんな感じ。うん、関節ケツ。直接じゃない今。こいつのケツ一回ケイしないと関節ケツ。あ、でもこれぐらい。ちょっとヒールみたいなの履いても。あ、確かに。うん、じゃあ何センチ、言えって早く。目視でやってる。それが非公表なの、身長。え、でも、うん、本物の G46 番は170センチあるって。名前の元となったラブドールね。なるほどね。そう、だから170センチということにしておきます。はい。教えてくれないんだ、それ。身長を隠して年齢言う女性あんまいないんですよ。はい。はい。って、ストローとか用意しなくていいの？あの、ちょうどこの長さが、ちょうど。ちょうどなんだ。すごいね。まあ、じゃあ次行きましょう。出身は？それ聞いたことない。出身は？俺はまあ静岡県浜松市って言われる。それは知ってるよな、当然。うん、知ってる。うん。G46 番は、うん、生まれも育ちも、うん、コンクリートジャングルシティタウン育ちでーす。ない、な、何も知れないまま終わるじゃん、今日。いや、うん、じゃない。でも、ゴチさんのリリックに書いたんだよね。ねえ、大丈夫よね。後ろもな、ゴチ。やめてまして。いじろうと思ったらいじれるやつが何人もいるから絞っていこう。どこなんですか、ちなみに。東京ってこと。いや、渋谷です。あ、渋谷。あ、じゃあ、そうですね。
出身なの？あ、その辺です、本当に。本当にそうなんだ。めっちゃ都会っ子ってこと？そうなんです。好きな食べ物を教えてください。好きな食べ物、確かに何食ってんの？主食はグミかな。グミまあ、いるよね、そういう人たまに。じゃあ何グミが好きなの？正直グミめっちゃ食うからさ、意外。でもなんかその時の、うん、気分で変わらない？グミって。それありますね、大体ね。なんかちょっとイラッとした時はハリボーの硬いの食べたいとか、なんかちょっとなんか寂しい時は柔らかい、なんか。いや、そんな基準で選んでないの。口の状況で選んで、なんとなく今食いたい。そのイラッとした時にこれだとか覚えてない。そうなんだ。じゃあ、いちいちな気分の時はどんなグミを食べるの？グミを食べない。もういちいちな気分の時は食欲とか出てこない。続いての質問です、はい。どういう生活スタイル、基本的なこの24時間1日の過ごし方みたいな。あ、確かに気になる。まずは、うん、うずきが、うん、こう何してるか、うん、情報があるかチェック。ま、だからそのじゃあまず起きて、お、ま、何時に起き？でもその日でバラバラだからな。あ、はいはい、うん、まあ起きて、うん、まあ、ウジピチェックからの、もし生配信があるんだったら、うん、TikTok で切り抜き動画を作ってるから、うん、それで切り抜き動画を作ってちょっと宣伝を課金してるっていう。確かにしてるよね。めちゃくちゃ文字いろいろ書いてある。2023年は欠かさず解禁しようです、うん、生配信。はい。あとウジピのテレビもう終わっちゃったけど、あ、エクストリームジャンプとか、はい、大好きだったから、うん、それの宣伝とか。ほん本当にそんなに中心にいるんだね。そう、うじぴ大好きなのもんだって。いや、だからそれがさ、DM も何もしてこないしね、もう何の接触もしてこないのよ。で、今の話聞くと、そんな見てんのに本当に見返りは求めてないんだろうな。推し活の鏡っていうんですかね、わかんないですけど。じゃあ順に行きますか。はい、うん、G46 番姉さん、座右の銘を教えてください。座右の銘ってさ、金メダリストとかに聞けよ。一度聞いてどうすんだって。まあでもあるんだったら気になるな。座右の銘か。ちなみに俺はじゃあ考えてる間に答えておくと、俺はもうフェアに生きるだけだね。ああ、でもこれ宗教みたいな、なんかみんなに平等にしてる感じがするけど、まあこれはね、弁解というか、いい意味に挙げられても困るって言ってますけど、フェアに生きてる理由は、フェアだけ守ってたら、自分の利益優先していいよねっていう感じ。そのフェアな条件でやって勝ったやつはもう俺の勝ちだよ。絶対にフェアにやったんだからっていう意味で、めちゃくちゃ利己的な考えだけどね、本当はね。かっこいい。うそー。だいぶ甘やかされたよ。それにする？うん、それにする。あ、じゃあ。なんだっけ？フェアに生きる。あ、フェアに生きる。うん。じゃあそれ座右の銘にするんだったら、一歩目は人前で仮面被らない。馬に生きるだから。馬に生きる。フェアに生きるじゃなくて。馬に生きる。今考えた。ね。追いつかないもん、今考えたから処理。まあじゃあ、まあフェアに生きる。馬に生きるっていう。ことですね。なるほど。はい。じゃあ次いきます。はい。これはなかなかですけども、中身は誰に似ていますか。正直一番気になるじゃん。誰に似てんのあなた。G46 は G46 だけです。何急にオンリーワンっていう。それはもう正直特定もされたくないってこと。誰々に似てるって。いやだからもう失礼になっちゃうでしょ。失礼なら、もう見せてくれよ。今一瞬見えたんだけど、口以外のとこ黒い布貼ってる。布それ何？なんか今暗かったけど何なんだろう。それダメなんだ、教えてくれないんだ。ヒントもダメ。それはベッド濡れで、うん、誰に似てるか教えてください。俺が言うんだ。嫌じゃない、そのやってる時に誰々に似てるねって。なんかそれと思って泣いてるっていう。俺のファーストキスの話と一緒じゃん。目つぶって小泉孝太郎のシャベ見ながらキスする。ちょっと本当に俺だけ教えて。じゃあ、はいはい。まあ、よく言われたのは、うん、さん、うん、なんか可愛い系なんだ。ちょっとイメージと違う。
初恋の思い出は何ですか？あ、初恋の思い出？初恋の思い出あんの？へー、初恋って言うの？初恋だからな。まあな、まあなんじゃないね、俺もなんかよくわかんない、スタンスわかんなくなった。だからこれからたくさん思い出作りたいと思います。作りたいと思いますじゃない、同意がないからね、まだこちら両者両者合意が。ごめんね、ウジピごめんね、ウマヅラでごめんね。ウマヅラでごめんね、はお互い両者。今流行りの馬系彼女ね。いや、今流行りの犬系彼女。じゃあ次はジグ姉さんから、うん、あ、ジグ姉さんさん。ジグ姉さんでいいんだよ。小学生の頃好きな男子にどんなアプローチしてましたか？なんなんだよ、その質問。しかも小学生ね。でも、うん、なんかアピールするのがすごく苦手で、はいはいはい、なんか好きな人の前、うん、はいはいはい。そう、好きな人の前でも、うん、もうグイグイいけないし、うん、なんか逆になんか全然興味ないよ、ふんみたいな感じになっちゃう。何が起きてんの今？え、そうだ、グイグイ。だから多分これが、この姿が一番素の自分なんだと思う。あ、これがないとき外しちゃうと、そう、だって本当はこうしたいけど、うん、それをしないわけじゃん、うん、だから多分今これが素なんだと思う。え、じゃあ普段はこう周りの人、身近な人ツンツンしてるように思われる？クールだねってよく言われる。ああ、そうなんだ。まあいいや、じゃあ次は。スタイル抜群の G46 番さんにとっても憧れます。うん、体型維持のためにしてることってありますか？今人生でマックス太ってるから、うん、ちょっと言えないかもしれない。太ってるようには見えないけどね。待ち受けをウジピにしてると、うん、あ、太れないなと思って。待ち受け俺にしてんの？そう。ほんと？うん、あ、でもあの今はあのウジピの胃カメラの中の胃の中。ほんとに？なんで？いや、好きだから。一番そう、中身にまで見ちゃったっていうのでちょっと一番俺の体調が悪い中身を見てるだけだよ。効果ありますよ、これ。ある？うん。じゃあ次は。これはちょっとあれなんです、めちゃめちゃ来てたんですけど、うん、ちょっと気持ち悪い質問にはなっちゃうんですけど、うん、何カップですか？めちゃくちゃ気持ち悪い。まあでも来るは来るわな。でも、うん、あの G46 番、本当のね、うん、G46 番は C カップなんだって。え、そんなにビッグサイズではない？そう、なんかあの写真の感じだと大きく見えるけど、確かに。そう、C カップ設定だから。だから、うん、C です。なあ、何にも教えない。何も進んでない。今日あなたの中公式のプロフィールだから。うん、公式プロフィールだけど、その、うん、あなたを知ろう企画は進んでないよ。あと厳密に料理もね。食わない食わないお互い。あ、こちら最後です、はい。よく種付けしたいと言っていますが、はい、種付け成功して子供ができた時は宇治原さんと、子供の名前は何しますか？なんなんだよその話。もう素顔とかじゃないじゃないよ。一応やっぱ双子がいいな。双子はいい。まあ双子がいいかも。でもう一回、うん、新一と、うん、まなみ、まなみにして。じゃあどういうことよ。一から育てたいと。何失敗作にしてんの二人。ウジピを本当は産みたいけど産めないでしょ。なんだその愛。なんかこうウジピ見てたら、あーウジピ産みたいってなっちゃう。これ多分ね、視聴者さん一定数いると思うんだけど、もうもはや男性というより産みたいんだ、子供に欲しいって言うんだ。産んで育てたい。そんな人いる？本当に聞きたいよコメントで、その、うん、来てる女性陣の中で、冷静に考えたら別に付き合いたいとかじゃなく、産みたかったわこいつ。そう、いるんだ。もう絶対いると思う。変なの。じゃあ名前は新一らしいですよ。意味わかる。いやー、知れたね、いろいろ。っていうか、知れたというか、G46、何度も言ったけど、もともとね、名前の語源だったラブドールのサイト見れば全部わかるということね。サイトをご覧ください。はい、そういうことです。どうぞ。うわー、いちごだ。いちごケーキね。あ、切り分けてくれるってこと？あ、じゃあ補助貸して。じゃあ、ウジピが一番美味しい真ん中を食べさせてあげる。
もうフォークで取った方がいいから。真ん中が一番欲しいからね。はい。いただきまーす。いただきまーす。メリークリスマス。メリークリスマス。はい。まあそろそろパーティーも終わりの方になるんですけれども。そうですね。じゃあ G46 番がウジピにプレゼントをあげます。え？え？これはいつもおなじみのケアセットね。あ、確かに喉のやつね。喉とかのこういうやつね。そう。はい。で、はーい。いや、可愛くてリッチなポニーフレンズガールズのおしゃれなポニー、本当にポニーだ、本当にポニーフレンズセットになってる。で、もう寒くなってきちゃったから、絶対に風邪ひかないでほしいし、温まってほしいなということで、優しい天下のプレゼントください。なんでここから風邪ひくしないんだ、あんまり寒いっつって。はい、お金もらったらやっぱりお返しをしないといけないな。お返しだってそれじゃ言ってよ、事前そんな無理持ってないということで、うん、あの坂本に頼んで G46 番さんが絶対に喜ぶであろうプレゼントをちょっと用意してもらってますんで、ああそういうことね。はい、本当に喜ぶものを選びました。うん、ああすごいちゃんとしてる。何これ、何したの。いやもうもちろん G さんに開けてもらって。何だろう。ああこの場でもちろん。じゃあはい、ありがとうございます。メリークリスマス、いつもお世話になってます。すいません、忙しくしまって。いや全然いいよ、もうずいぶんこっちはね、豪華なものもらってますから。あーあーすごい、パワフル。なになにこれ、なにこれ。ん、あ、いたいた。あ、初めての共同作業しちゃったね、はい。バカー。え、なにこれ。藤原が普段履いているパンツです。ひゃいや、ちょっと待って、もう、おい、おい、ダメダメダメ、いや、ダメじゃん、頭おかしい。いや、ほんと何やってんの、マジで。今日履いて寝よう。違う違う、履いて寝ようじゃん、これ、もう本当に折れるじゃん。だって、見てみ、この、もう金玉がブランブランしないようにここだけどでかいパンツ。これが例のパンツ。これが例のパンツだよ。すごい、すごいじゃなくて、もういやもう本当に俺が履いたことあるやつだよ。いやもう知らないよ、もう頭おかし、気持ち悪いことするな。ちゃんと上がってますんで大丈夫です。当たり前だろお前。ありがとうございます。いやありがとうございます。めちゃくちゃ炎上しろよお前。本当に。はい、ということで、はい、以上でございます。うん、じゃあ初めてのクリスマスパーティー。あ、はい、今日はちょっと手紙を書いてきたんだけど。手紙？そう、ちょっと読んでもいいかな。テレーテレーテレーレー、めちゃくちゃ長文。BGM はやるよ、大ちゃんが。大好きなウジピへ。急に始まるな。いつも緊張しちゃってまともに話せないから、今日は伝えたいことを手紙に書いてきました。はい。うちぴと初めてデートした日からもうすぐ1年が経ちます。あれからずっと変わらず、むしろもっともっとうちぴのことが大好きになりました。うちぴの好きなところはブランディング、マーケティングがうまいところ。ナージャリングなどビジョンに向かって日々ラジオにもたくさん考え計算しながら、坂本さんや大切な仲間、ジンジンチャンネルスタッフさんのことを大事にする優しくてとっても頑張り屋さんで偉いかっこいいウジピ、寂しがり屋さんで繊細なところが愛おしいかわちいウジピ。あ、ごめんなさい、嘘つきました。本当はウジピのエッチなところが大好きです。正直に言うとウジピの中身なんて見てない。ウジピの心なんて知らない。ウジピのその顔、体、それだけでうちのことを鮮烈な目でしか見ていません。俺昔書いた曲の歌詞ね。来週水曜日と日曜日に行われる北コメント全てを切る生配信という遠隔周知プレイ、日々投稿されるエチエチな企画もの AV 動画、ご自分にしかできない素晴らしいコンテンツの提供をいつもありがとうございます。おい、でもこれだけを伝えたい。えウジピが
夢を叶えるために本当にやりたいことをやって面白い楽しいと思えることをこれからもずっとしていてくれるのがファンとして一番嬉しいです、うん、これからも大好きなウジとジージーチャンネルさんをかけながら応援しております。ウジピ専属ラブドール G46 番より。どう感動してHH ホテルに行きたくなった。なんでそんな視聴者が感動してもう2人はもうなんすら戻り子っていう。めちゃくちゃ力強いし。返さないぞ。これからの次回発表だ。鍵あるよねこれ。バイバイじゃないよ。はい、あのお二人で。お二人でいいじゃない。皆さん良いお年を。いいそんなノリ。意味わかんないからほら。ちょっと何これ。これどうしたいんやこれ。もう終わろう。わけわかんないから。